みなさんこんにちは、コハンです。コハンメソドミニアへようこそ。今日はあのハイチ、あの本当にハイチを演奏する必要があるかどうかについてお話ししたいです。この動画はハイチの吹き方についての動画ではありません。今日言う私が言いたいことは最も重要なことです。高音を吹くことは時には必要です。最近の曲ではそれを避けることができないものもあります。しかし特別なトレーニングが必要で、多分強いリードも必要。私は22歳の時にこれらの音を吹けるようになって、初めてドナトニークレールを勉強しました。試験やコンクールで高音をうまくコントロールできなくても無理に出そうとする人が多くいます。今日何を伝えたいかというと、それがうまくいっていなかったら魅力的ではなくなってしまうということです。どちらの方がいい音に聞こえますか？どちらの方が自信があるように聞こえますか？あなたができるなら楽譜通りに吹くのがもちろんベストだと思います。でも時々いいリードがなかったり筋肉の状態が良くなかったりする、その時にはオシアも選んで全然大丈夫だと思います。まずはできるように努力をしてみて、でもより良い音楽表現のために簡単な方を選んだとしても悪いと感じなくていいです。今日もこの動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。